きちんと学ぼうユダヤと世界史ユダヤ陰謀論を叱る第10回後編ゼンミーとしてのユダヤ教徒ということで、はい、夏先生本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ですね、あまりにも、はい、1回分としては、はい、とんでもないぐらいの分量が入ってきたんで前後編になっちゃって、はい、で全部出しちゃったら本の時どうするんだろう。アスペクトさんからですね、怒りの担当が目の前にいますんで申し訳ございません、はい、もう全部喋っちゃったら本買ってくれないじゃないかというですね。でも内藤先生が単行本にするときはこれの10倍ぐらいの分量に加筆修正します。そうなんですよね、ダイエットってやっぱ難しいですからね、うん、分量減らすのって私も自分でやってて分かるんですけど、学者って薄くするって難しいじゃない。軽薄短小にするってすぐ重厚長大に従っちゃうじゃないですか。ね、どうしてもね、お腹と一緒でこうお肉ついてきちゃいますからね。まあ、体脂肪率ゼロになるとイライラしちゃうんですけど、三島由紀夫みたいに。でもやっぱり筋肉つけた方がいいですね。そうですね。多少脂肪があった方が筋肉強くなりますね。はい、さてと、いきますと、前回ちらりとユダヤ教徒のお姉さんのね、下の方の写真とか見れば見るほど面白いんですけど。面白いでしょ、これ。はい。ね、結構やっぱり民族服みたいなものってやっぱり物見遊山といいますか、民族として面白いんで、はい、絵はがきとかによくなるんですよね、はい、うん、多分上の方のお姉さんはなんかそういうちょっとエッチな感じのお姉さんだと思うんですけど、あんまりそういうの全く感じない。いや、そういう場所の、ああそういう場所の人、そうなんですよ。娼婦の写真って結構好きなんですよね、みんな。はあ、内藤先生がじゃなくてみんな、みんな、はい、ですから本当いわゆるその慰安婦とかそういう人の写真ばっかり集めた本とか作れないかなって昔思ったことあるんですけど、また来ますよ。すいません。何が来るのか、はい、オファーが来るのか抗議が来るのか、多分抗議でしょうね、はい、さてと、はい、前回ユダヤ教徒はイスラム支配の下ですごいいっぱい差別あったよみたいな話ですけれども、うん、それでこれ実はユダヤ教徒だけではなくてキリスト教徒も同じような制約を受けてたわけですね、はい、異教徒といいますか、うん、人民ということで、ただキリスト教徒の支配下ではこれ何回か前にお話したようにいきなりその土地取られちゃったとか、殴られたりとかっていうことありますけど、殺されたとかね、放火したそれで放火犯を捕まえたらその捕まえた側が怒られたとかですね、そういったこともあったってことを言いましたけども、うん、そういうことはない、うん、ですから少なくともその危機はゼロとは言わないですけれども、うん、そういった危険が極めて少ない、うん、リスクが低いわけです、はい、でイスラムの側から、ユダヤ教徒当時 その前近代のユダヤ教徒といったものが比較的キリスト教徒よりも親和性が高いといいますか、うん、それほど敵対的な存在とは見てなかったといういくつかの理由があるんですけれども、うん、一つはですね、ユダヤ教国家というものが当時は原則としてなかったわけです。例外って例えば、これはハザルの話をするときに、ハザルがユダヤ教徒 その支配者ということで、はい、うん、全くゼロだとは言わないんですが、基本的にはこれないわけです、うん、ほぼゼロに近い、ほぼゼロに近い、はい、でそうするとユダヤ教国家はない、うん、ですからいわゆるそのイスラム その国家とユダヤ教国家が戦争になる危険性はこれないわけですよ。つまり敵国人としてそのユダヤ教徒がいるということないですね、うん、でところがキリスト教の国家だと例えばビザンツであったりフランクであったり、うん、実際やっぱりこれドンパチやってますから、うん、個別にそこにいるキリスト教徒が何か悪さをするということはなくても、これはやっぱり国家の側としてはこれ警戒するわけですよ、敵国の人間ですから、うん、でそういうことがありますんでユダヤ教徒は脅威としてあんま見てない、でむしろ彼らのやっぱり技術だとか知識だとかそういったものをうまく吸収してやろうというようなことがあったりするわけですね、うんうん、それからもう一つは教義の問題があります。でキリスト教っていうのはこれ一神教とは言うんですが、かなりやっぱり一神教本来の姿から言うと変形されちゃっておかしなこといっぱいあるわけですよ。例えばこれ決してキリスト教徒の方がご覧になってたディスるとかそういうことはないんですが、うん、三位一体説とかですよ、神の子イエスとかってこれは絶対一神教の本来の考え方、これありえない話ですよね、うん、つまり天地万物を作った神と神が作った、うん、神によって作られた被造物のこれも絶対的に隔絶しているもので、うん、それがこう混じってミックスされたものなんでこれはありえないわけですよ。でそれはやっぱり当然その教義として矛盾するじゃないかということ、うん、これ当然言われるわけです。でところがユダヤ教徒はそういうことは基本的にありませんので、ユダヤ教徒の側ではイエスは、イスラムではイエスは預言者の一人ということになってますが、ユダヤ教徒はもう預言者としてもよく認めてない、ちょっとおかしなやつというふうな形になりますんで、そういう意味ではどちらにしてもそのモーセにしてもイエスにしてもムハンマドにしてもこれは普通の人間だよねというレベルでこれは一緒なわけですね。で唯一絶対なる神というのとそれ以外を隔絶するというのはこれはユダヤ教徒ではヤハウェ、
まあ、あのアラビアを言いますか、あのイスラムではそのアンラーですけれども、あのこういったものもあの絶対の中心に置いていると。それから、まあ、あのいわゆる聖典といいますか経典といいますか、これはもう絶対変更を許されない神の言葉なんだと、うん、あのキリスト教徒の場合はこれ新約聖書旧約聖書というふうな形で分かれちゃいますので、うん、あの新約聖書はこれ神の言葉じゃありませんから、うん、当然のことです。これはキリスト教徒自身も、うん、あの弟子たちがイエスの原稿録をまとめたものということになってますから、うんうん、あのこれはあくまでも人間の記録ということで、あの聖典には本来的には一神教の世界ではやっぱりなんておかしいです、ね。例えるならばウルトラマンの人間体での行動記録みたいな。そうです。ウルトラマンとしては活動じゃない。そうです。そういうことですね。ちなみにウルトラマンと人間の姿ってあれ一体ですから、キリスト教の三位一体ですよね。なるほど。とんでもないところからやっとんできますね。あ、そうですか。でも言われてみると確かにそうかもしれないですね。そうそうそう、はい、北斗星司とウルトラマンエースは別の存在ですかね。最後一体化しちゃいましたよ。なるほど。はい。はい、それで、で例えばですから、まあ、アブラハムとかモーセなんかの預言者の物語でこうコーランもいっぱい出てきて、まあ、これ実際にはムハンマドがユダヤ教徒から教えてもらって、うん、あの話したということになるとは思うんですが、彼らはそれをまあ神の言葉として伝え聞いているということも共通の話があるわけです。うん、それで、まあ、経典といいますか聖典といいますか、そういったものはあの絶対的な神の言葉で変えてはいけないということになりますので、うん、ただそれをそのままあの現実に適用するわけにいかないんで、いろんな形で解釈が必要になってくるんです。うん、でこれもイスラム世界ではまあ、司法、立法、行政って三権分立と言いますが、古典的な法理論でいうと、うん、立法っていう言葉をすごく嫌がるんですよ、うん、あくまでも法を作るのはこれ神の法であって、うん、人間はそれを解釈するだけだと、うん、あるいは新たにその中から教えを見つけるんだって発見するんだっていう、うん、そういう形になってくるわけです、まあ、自然法の発想と近いんですが、うん、でまあ、実際にはその解釈というのが事実上 の、まあ、現実に合わせて立法ということになるんですけれども、ただ一応建前としてはあくまでも法は作らないで解釈をしていくということになりますので、これユダヤ教も、まあ、タルムードという形で解釈をしていくと、まあ、経典としてのトーラーというのはこれモーセ5章という、まあ、旧約聖書の中の創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記というこの、まあ、5つをいかに解釈していくか、でそれを現実にどうやって提供していくかということになるわけですが、そういった構造もまあ似てるわけですね、うん、でイスラムの場合はこのタルムドに相当するのが、預言者ムハンマドが何を言った言わなかった、やったやらなかったというのを、これは預言者の情報という形で、これハディースという形で、このハディースと言われているものが後にその預言者ムハンマド以来の慣例という形でスンナというふうにまあ集められている、でそれに従う人たちがスンナ派というふうなことになってくるわけです。で、まあ、これからそれからまあこのリストの中で最後の方に最初の方に申しましたけれども、例えばキリスト教というのは実質偶像崇拝、これ認めちゃってるわけですよ、うん、つまり東方正教会とそれからカトリックが聖像論争ってやりましたけれども、はい、まあ、端的に言ってしまえば東方の人たちは2次元はいいけど3次元はダメと、うん、でカトリック立体的に絵描いちゃダメだ、そうです、写真みたいな、だからイコンはいいわけです、うん、平面だからこれは像じゃないって言い方したわけですね、うん、だからロシア正教とかいわゆる東正教会系の人はイコンを非常に大事にして、うん、イコンにそのまあ口づけしたりする、うん、でまあ、ここでイスラムなんかだとそのイコンも作らないで全部抽象的な神ということになるわけです、ね、なんで二次元ならいいんだ、偽物じゃねえかっていうことですね、そうです、二次元もダメよということですね、うんうん、でまあ正教会は二次元までと、さすがに立体の三次元になっちゃうとこれは偶像だからダメだよねと、うん、でカトリックはいや三次元でいいじゃん別にっていう、うん、ですから実質的にこれも偶像崇拝解禁しちゃったようなところがありますので、うん、それはやはりムスリムの中で熱心な方はやっぱり非常に嫌がるところでは当然ありますよね。なんか同人誌はいいけどフィギュアはダメみたいな話ですよ。そうそうそう。どっちどっちまあ僕たち、ね、まあ、本人たちはね真剣ですからね。そこは馬鹿にしてるわけじゃなくて、そう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 、本人たちは真剣ですからね。ね。まあ、でも一般的にね3次元の方がやっぱりオタクっぽくないっていう感じがしますからね、うん、だからそれだからいいっていうのもいればだからやっていうのもいるっていう、だからこれ感覚だから宗教ってそういうもんだから、まあね、議論の訴状上りようがないんですよね。だからまあ2次元も3次元も嫌な人から見ればまだ3次元に行かないやつの方が許せるよねっていう、うん、っていう立場もあればっていう、それはまさに宗教問題の本質ですよね。いやだから本当オタクの人たちって宗教論争みたいに争ってるじゃないですか。でそれと本物の宗教になると感覚的な問題がもっと強く出ちゃうっていうことですよね。でまあ、ただいずれにしましてもそういった形でキリスト教徒の側がユダヤ教から派生してだいぶいろんなものを取り込んじゃった関係で、うん、一神教本来の姿からだいぶずれてきた面はこれどうしても否定できないと思うんで、うん、はい、そうするとやっぱりユダヤの方がまだイスラム教徒としては異教徒としては付き合いやすい、
でしかもユダヤ教国家がなければ脅威も少ないということで、比較的そういう意味ではユダヤ教というのはイスラムのその世界の中では生活をしやすかった状況が、イスラム側もそのユダヤ教徒というのは、自分たちに邪魔にならない限りいてもいいよという寛大なといいますか、そういった形には学っていたというのが、基本的な構造ですよという、そういったお話でございます。はい、あります。じゃあ次回はアシュケナジムの話を、そうですね、アシュケナジムの話を、よろしくお願いします。ではまた来週もよろしくお願いします。